そしてその部長だ課長だ言うてるやつら、そいつらはまあ休みが多いんですよね。当然運送会社みたいね、なかなか休みなんて取れないんですよ。まあ確かにね、その日曜日とかはね、休みはある時もありますし、ない時もありました。しかし、やっぱりね、大きい会社いたらやっぱり連休が長いんですよ。ほんで、やれ、ボンだったらハワイへ行った。オーストラリアへ行った。もしくはアメリカへ行った。もう海外旅行、もう旅行三昧ですわ。片やこっちは、休みはカレンダー通りとか、もうゴールデンウィークだからそうですよ。345か。3日、4日、5日、5月のね。それと、まああと、緑の日ですか。それぐらいかな、休み。だから結局連休なんかなかなかね、取れないんですよね。そんなん海外旅行なんか行けますか、そんなんで。行けないですよね。しかもその休みが多いのに給料が多い。こっちは休みが少ないくせに給料も安い。まあ派遣会社とかでワーキングプア、まあプアじゃないですけどね、そんなそこそこ、まあそれなりには生活に困らん程度はもらっておりましたから。けどもただそのこの仕事をずっと6時までできるかと考えたんですよ。いやもうとてもやないけどもこんなんじゃ無理やなと。かといってね、よくね言わはるんですよ。それだ事務職ならあったらええやんとか、会社のまあその運送会社のね。けどなかなかね、そのハンドルを握る仕事をしてるとね、やっぱりずっと一人じゃないですか。その自分がそのデスクワークでその机の前に座ってるっていうのはなかなかね想像もできないし、もう想像もしたくないという、そういうふうに思ってしまうんですよね。多分そういう方多いと思います。まあさすがにね、やっぱりデスクワークとかちょっともうそんなね、もう社長が後ろに座ってて、もうそこからもう視線を感じながら前でなんかそのねパソコンを打ってるだとか、そんなことは全く想像できないわけですよ、自分の中では。トラックの運転手たるもの、やっぱり一人が気楽なんで、そのデスクワークとかね、もう誰かがいやいや言うてくるとか、もうそういうのが一番嫌なんですよね、基本的にね。もうそういうふうにね、人間が形成されてしまうわけです。中には違う方もおられるかもわからないですよ、それは。とりあえずもう私の周りはもうそういう方々が多かったです。だからなかなかそんなね、事務所に入るとかいう話もあっても、いやもう気楽な方がええわ言って、もうハンドル握ってる方がええわ、一人の方がええわ言っていつも言うとったんです。いやけどもやっぱりもうそのね、丁寧なところのことを考えてしまうとなかなかそういうわけにもいかない。まあ、それで私はもう40前にしてもうトラックやめよう思って、もうこんなとこ置いてももう給料右肩下がりになるわ言ってね、思ってやめちゃったんです。まあ皆さん知っておられるかわからないですけども、トラックの運転手いうのは基本的に昔は歩合給やったんですよ。最近ちょっとね、その労働基準局がうるさいっていうのかな、もう歩合給やと、そのやっぱりどうしてもね、その残業代云々がちょっとやっぱ曖昧になるわけなんで、ちょっとその辺がちょっとね厳しいみたいで、もうどこともなんかそのどこどこ行ったら何時間残業ですよみたいな感じで、まあ、そのみなし残業いう形にはしてるみたいですけど、まあ僕がおった頃はまだね、そのまあ基本給がありました、まあ10万としましょうか。それに対して運賃の一月の水揚げ歩合給ですね、歩合水揚げかけることのまあ 20% とかがその10万の基本給に対してつくっていう、そういう給料の会社でしたね、言ってたのはね。しかしやっぱりリーマンショック、まあ、それ以前にまあ私がトラック乗り出した頃はもうバブルが弾けた直後でしたから、まあ、仕事も景気もドーンと下がったところで、おまけにそのね、そんなにしてる間にまあ規制緩和だなんだかんだと言われまして、運送会社がまあね、竹の子のように
ポコポコと出てきまして、まあ、そうなったらまあ当然のことながらね、まあ、運賃のダンピング、仕事の奪い合い、そんなんで、まあ、当然運賃は下がる。歩合給やと運賃は下がると給料も下がる。そうすると年収も下がる。はたまたそんな課長や部長ややってるやつはまあ年功序列で給料が上がっていくんかな。皆さん他の連中は給料は年とって上がっていっとったんです、その当時。今は知らないです。もう年功序列なんていうのはもうなんかね、崩壊したとかってよう言われますけど、まあそのように私はそんな世界知らないんでよう分かりませんけど、まあ運送会社みたいなものはまあ歩合給なんで、まあ、当然その運賃が下がれば給料下がっていくわけです。しかもですよ、体力勝負なんです、運転手っていうのは。だからね、年取れば、皆さんどうですか、年取って体力増えていく人いますか？いないでしょ。当然ね、体力がなくなっていくわけですよ。しかもその運転手ってね、その結局はまあ汗水垂らした、もう本当の意味でですよ、その汗水垂らしてもう眠い目こすり持って走ったものが多くの給料をもらえる、そういう仕事なんですね。だからね、つまりのところ年取って体力が減っていくいうことはもう給料は下がっていくんじゃないかと、もう世の中のそのまさしく反比例していく感じかな。ずっとだから給料右肩下がりというふうに思った方がいいんやろうか。だからこの先どないなんのかな思ってね、ちょっと心配になって、まあいろいろ考えて、まあもうこれはもうそのうちもトラックも降りなあかんなと思ってね。ほんで、まあ40になる前にもうやめました、トラック。もうトラックの運転手やめたりでやめちゃったんや。けど、まあもう高校出てずっとトラックばかり乗っとったから、まあ実際でもまあ潰しが効かんいう状態になっとるわけよね。もうトラックしか知らへんわけやから。それはまあその、まあ工場の言ってましたよ。まあでもそんな何のスキルも何もないですし、ただのその、その辺の高校生が行ってはるバイト、アルバイトとそんな変わらないです。まあ、アルバイトの方が上かもわからんね。飲食店行ったら、まあそこのね、がわかるから。そこの店のね、例えばその、飲食店やその調理のこととかも多少ないの覚えますからね。まあまあ、自分もそうでしたけど、高校の時、まあ飲食店でアルバイト行ってたんで、今でもまあやっぱり料理は好きだっていうのはあります。が、しかし、まあ実際のほんまの職業にしよう思ったらね、なかなか厳しいわけですよ。資格もない、スキルもない。これもう40になって何ができるの？確かにね、二十歳の頃はね、もうかれこれ20年以上前かな。そうやね、今40やからもう25年前か。まだね、求人広告とかにね、正社員の仕事があったんですよ、その当時は。けど今はそんな仕事ないですから。もうどこでも派遣ですわ。さあどうしましょう、そんな。派遣ですよ。派遣で何か夢持てますか、皆さん。派遣で。まあ確かにね、その別の、その派遣の方をどうのこうの言う気はありませんよ、別に。けども、まあ派遣をしてるんであれば何かその目標を持ってね、今は派遣だけども、こっからのし上がってやろうとかいう気持ちがあるんやったらまあ別ですけど、それがないんであれば、まあ実際のとこ、目標なんていうのはなかなかないわけですよ、皆さん。それでね、その40になった頃にね、それでね、皆さんその40になった頃にその資格もない、まあ学歴はまあまあまあ別にまあ高卒でも別にまあ中卒でも何でもいいですわ。それでなんかその他に選択肢がありますか？ないでしょう。それです。私はとりあえずまあやっぱりね、食べなあかんので、例えばまあ派遣会社行きました。昔なんか正社員の仕事もね、あったんですけどね、二十歳の頃はね。もうそんな40になった今から5年前なんて言うたらもうほとんどないですわ。まああってもまあなんか準社員とか機関社員とか3年後になんか正社員になるチャンスがありますとかね、もうそんなのもうええわ言うて、まあ、とりあえずもう適当にまた工場の派遣を押しまして、ほんでいつから来れます、あいつでもいいですわ言うて、もうそんなんですわ。まあ、そんなとこばかりですわ、今まで いとった会社。まあ、当然ね、もう、あれですよ、そんな。まあ、明日から来てくださいって。結局それはもう単なる駒なんですよね、駒。兵隊さんが欲しいだけですわ、結局。そんな仕事をね、しとって、何か
希望が持てるか言ったら持てないでしょ。まあそらね、そのまあ明日から来てくれるかっていう会社でもまあそこでのし上がったんねんっていう人もおられるかもわからないし、ものすごいそこで何かあの自分の能力を発揮できてっていうんですか、あそれでよく仕事ができるなという点、ちょっとねあの会社の、まあ、例えばその役職がついたりだとかいう方おられるかもわからないですけども、まあそんなね、まあとりあえずもう、飯食わなあかんし、とりあえずまあ仕事金は稼がなあかんわ言うて言っとるような僕では、まあ仕事に対する姿勢もそういうのは姿勢でやっとるからね、全然そんな別にその頑張るわけでもなく、まあかといって別にサボるわけでもなく、まあとりあえず1日8時間おったらええわという感じでやっとったんですけどね、それじゃあかんわけですよ。どうです、そんなあの確かにその派遣社員になって給料は下がりましたよ。下がって、まあ、しかし運転手してた時に比べたら、まあ、休みは増えましたわ。まあね、ほぼ週休2日確実ですよ。しかも盆正月休みにまあ2週間長い時は2週間ぐらいありましたね、休みがいただけるんですよ。しかしまああの、まあ、最初にちょっと言うたかもわからないですけど、ワーキングプアに近いんですよね。もらえる賃金がよく言うじゃないですか、非正規と正規社員との給料の一生で稼ぐ時の差みたいな話聞いたことないですか。そういうことが起こるわけですよ。当然毎月の給料が安いわけですから、まあ貯金もできないです。毎月の家賃、光熱費、そんなん、しかもまあね、私はちょっと地方に住んでますから車なんかもね持ってるんですよ。車を持って車のローンも払って、おまけに駐車場代も払って、そうなんで残りますか。残らないでしょ。もう休みが多けりゃ給料は下がっていくんです。特にその非正規なんていうのもその月給じゃないですかね、もう日給、月給、日給、もう日給にもならないね、時給だからね。そんな時給の仕事をしとって休みが多いっていうのは結局はね給料が下がるんですよ、まあ、当然ですよね。そんなの休みもらったところでどっか旅行行けますか。行けないでしょ。どっちか言うたらね、その休み連休もらったらまた他にバイト探そうかいうような連中ばっかりですわ結局。それじゃあね、結局その子供の頃から高校まで出て、まあ別に大学でも別に中学でもいいですよ、まあ、とりあえず勉強して学校出て、その後は一生働くためだけに生きてるのかと思ったんです。働くためだけに生きてるのかと思ったんですよね。それでもう44歳でね、もう働くことやめまして、まあもう間もなくもう45歳になりますけど、働くことをやめたんですわ。そして何をしたかということですよね。結局その仕事に行ってるっていうのは結局労働をしに行ってるわけですよね。その労働をしに行ってるっていうことは結局、まあ、確かにその働きに行けばお金もらえますよ、けどもそれを誰のために働いてるの。会社のため、何のため、自分のためでしょ結局。そのね、あの自分のために働くのにね、わざわざ会社に行って搾取されるのはもうどうなんかなというふうに思ったんですよ。それでとりあえずもう45歳独立しました。別にあの実家から出たとかそういうなんじゃないです。独立したんですよとりあえず。ほんでやね、まあ独立したんはええわけどね、今までそんな大したスキルもないコネもないなのに独立してもた、どないしようかなというとこなんで、とりあえずちょっとねこんな動画を撮ってみたんですよ。